皆さんこんにちは。今日はまたまた島根県に来ております。ただ島根県といってもここは石見空港です。皆さん島根県には2つ空港があるって知ってました？で今回はなので東じゃなくて西の方、石見銀山とかがある方ですね。なのでそこをちょっとまた探索っていうか、そこでゆっくり温泉とかね、島根県の良さを皆さんにちょっと紹介しようかなと思っておりますので、では行ってきます。すごい見て、なんかこんな感じ。また今日もいいお天気でございます。私結構晴れ女なんですよね。なんで行ってこようと思います。車に乗って、石見畳ヶ浦に来ました。すごい綺麗。なんかここ国の指定の天然記念物らしくって、1600万年前の地層が隆起しているらしく、とりあえず行ってくださいって言われたので、どんな感じか行ってこようと思います。すごいいい感じの温泉街に来ておりますが、すごいですよね。本当のザ温泉街っていう感じで、わあ見てください。ここ本当千と千尋の神隠しに出てきそうな素敵な温泉街。こんなところが島根県にあるなんて本当に素敵ですね。わあ、ここはなんか聖徳太子の時代の雨水がなんか湧き出てるんですって。掘らなくても自然になんか湧いて出てきてるっていう、すごくなんか由緒正しき温泉らしいです。3つ外湯っていうのがあって、それぞれちょっとずつ温泉のなんか温度が違うのかな。で皆さんお宿に泊まってもそのなんか外湯になんか入りに行ったりとか、地元の人がなんか温泉に本当になんかおけみたいなのを抱えてみんなが上がってくるの、すごくなんか可愛いななんて思ってます。はい、すごい素敵。今日泊まる吉田屋さんに着きました。結構周りも暗いからちょっと早く入って温まろうと思います。じゃあ行きます。すごいね。わお、します。すごい。中はすごい広いですね。素敵。本当に素敵なお宿で、やっぱ島根県いろいろなお宿に行ってますけど、すべていいお宿ばっかりで本当にありがたいでございます。動画では伝わってないと思うんですが、すっごいね、お香の素敵な香りがしております。素敵です。お宿の近くの石見食堂を。有福ビアンコさんっていうイタリアンレストランに来てます。ここの有福温泉さんは白色分離っていう考え方をされていて、なんかお宿にはお泊まりになっても食事はその温泉街のレストランで食べるっていうねシステムなんですよ。だからこんなね急に温泉街なのに素敵なイタリアンレストランがあって、今日はイタリアンを食べたいと思います。見てすごいね素敵なんですよ。ほら店内がめちゃくちゃおしゃれ。本当に正直なんか温泉街に来たとは思えないぐらい素敵な、あ、シェフです。シェフだこんな素敵なところで、今日は夕食です。メインが来ました。すっごい美味しそう。見てほらめちゃくちゃ美味しそう。牛フィレ肉とフォアグラのポワレでございます。もちろん島根県産。いや本当に美味しそうよ。見てどこからどう見ても美味しそう。見てフォアグラがすっごい太いの、幸せですね。なんか本当にありがとうございます。このお仕事本当に皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございます感謝していただこうと思います。はい、フォアグラが大きいし、あ、柔らかいお肉がスーッといきますよ。この辺にソースをしっかりつけて、だってフォアグラとトリュフも贅沢。いただきます。うん、おい
たんないぐらい中も肉いるとソースのまた美味しさとまたフォアグラのジューシーさと全部が相まって美味しいしか言えないけど本当に美味しい。うわ、なんかお肉の味がすごく濃いんですよ。だから身は柔らかいのにこう旨味が凝縮されている感じ。だからなんかフォアグラが乗ってたりとかするとフォアグラの味に負けちゃうっていうことも結構多いんですけれども、お肉がフォアグラに負けてない。むしろなんかフォアグラがこんなこと言ったらあれですけどなんか引き立て役になってるっていうか、すごくね濃厚なお味になってる。でそんな中にトリュフのこのふわっと鼻に抜ける感じの香りが出てくるから全部いいとこ取りしてるような感じの料理ですね。本当に美味しい。おはようございます。昨日は有福温泉吉田屋さんに宿泊させていただきました。2日目の朝は吉田屋さんの系列のこちらチャチャ吉野屋さんに伺いました。見てください、もうねお抹茶が美味しそう でこのなんか風情のある石畳を見ながらちょっといただくお抹茶、朝からちょっとテンションが上がりそうです。で一緒にあるのはこの有福温泉の名物なのかな、草餅だそうです。なのでちょっとお抹茶と甘いお茶菓子を飲んで気分を上げていこうと思います。昨日は吉田屋さんに泊まったんですが、貸し切りだったんですけど間違えて男湯に入っていたという衝撃の事実をさっき知って、いやでもおかげでまだツルツルなので、いやさっき本当にマネージャーさんに昨日男湯入ってませんでしたって言われるまで全然気がつかなくてちょっとやっちゃいましたね。朝は貸し切りじゃなかったから朝も入ってたんですけど本当誰も入ってこなくてよかったなと思って危ない危ない。でも本当にこの有福温泉の皆さんすっごくいい人ばっかりで、宿もすごい素敵で、ちょっとちゃんとお湯に入りにもう一回行きたいと思います。はい、じゃあ2日目行ってきます。2日目にですねこちら田子作さんにやってきました。ここは益田市かな、ちょっと空港から近いので有福温泉からちょっと空港に向けて戻る途中にあるんですけれども、見てこのね田子作さん、実は私ここに来るのがものすごく楽しみだったのが、ここ普通の居酒屋さんじゃないんですよ。日本一の居酒屋さんで、っていうのもなんか某そういう雑誌でここが本当に日本で一番美味しい居酒屋さんだよっていう風に紹介されてから、全国からここに皆さん田子作さんを目当てにいらっしゃるっていうことなんで、すごくないですか、なんか風情がある。ほら、もう結構ね、続々とね、向こうに駐車場があるんだけど、駐車場も満杯で、結構人が多いの。なんか、こんな、辺野のもへじさんとかあって。で、こう、日替わりで、お食事があって、その当日にどんな、お魚とかが入るかで、メニューが変わるそうです。だから今日もどんなものが食べられるかは、入ってみないとわからないので、ちょっと、楽しみだなぁなんて思っていて。で、なんか、うちのマネージャーさんも、実はなんか、島根に行くんですよって言ったら、絶対田子作に行った方がいいですよって言われたって言うんですよ。それぐらい、なんか楽しみだなと思って。やっぱ日本一って聞いたら、とりあえず行っとかなきゃダメですもんね。ということで、早速行ってみようと思います。すごい。香りがもう、キラキラしてる。すごいもう、なんか、居酒屋さんの、ここに、靴入れてみたいな感じで、すごいですよね。で、なんか、懐かしいエアコンがある。もうすごいいい匂いが、しているので、ちょっと行こうかなと思います。あ、ちょっとね、急な階段よ。ほら、こんな感じで、階段を降りていくシステムらしいので、行きますよ。イケスがある。わあすごい、おいい感じにイケスがある。あ、ここでなんかもう新鮮な、だってほら泳いでるもん、イカだこれ、新鮮なイカ刺しって言ってたもんね。わあすごい、奥までありますすごい、もう雰囲気だけで美味しそう。どんなメニューが来るかめっちゃ楽しみ。すごいね、素敵な、なんかもう情緒があふれるお店で、
なんかでもね、ちょっとね、お店の前に今日はあんまり不良っていうんですかね、お魚は取れなかったって書いてあったんですけど、でもそれでもあのイケスにはたくさんの、ね、お魚とイカがいたので、新鮮なものが食べられると思います。来るかな、ドキドキ楽しみ。うわ、失礼します。はい、カゴサク定食とちょっと刺身定食になります。はい、お刺身、うわ美味しそう。これも新鮮にそこにお湯入れた。そうです、そうです、うん、うわ美味しそうです。今日水揚げされた。今日水揚げされた、うん、ちなみにお魚は何ですか。今日はね、キナソとカツオとアジですね、うん、うわもう全部好きなやつ、ありがとうございます、はい、もうちょっといただきますね。はい、はい、楽しみ、いただきます。はあ、たくさん食べました。もうほぼ完食。今ね、お米が美味しいからもうお米を全部食べちゃいますね。すごい、さすが日本一の居酒屋さんだけありました。ごちそうさまでした。島根県西部、本当に素晴らしいところでした。今まで東部に行って、そして沖にも行きましたが、西部もまた魅力がたくさん。もう温泉もそうだし、お食事もそうだし、なんといっても島根県の西部の皆さんの心が温かくて、なんかもう心も体もなんかポカポカになった気持ちです。で、あとはやっぱりこう美肌食材がたっぷりありますよね。なんか美肌の湯に入って美肌食材食べて、もうなんかお肌が来た時よりもますます綺麗になった気がします。また必ず来たいです。いや、島根県の旅も終わりました。なんか夕日がめっちゃ綺麗、こう空港のところなんで、これから東京に帰りますが、私結構島根県たくさんいろんないいところ行ったな。今回もめちゃめちゃ楽しかったです。 Vlog 果たしてできてることやら動画がちゃんとできてますようにということで、これから東京に帰ります。楽しかったです。またねー。